様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、渓谷、我々が牛車を引きずっていた時に、日本は、すでに航空母艦を運営していた。そして、後半には、伝説の戦闘機ゼロ戦についての海外の反応を取り上げていきます。渓谷のネット掲示板に、約100年前に、日韓の技術力の差、といったスレッドが立っていましたので、まずは、そちらをご紹介いたします。渓谷が、わらぶき屋根の家に住みながら、牛車を引っ張っていた頃、日本は、日清戦争、日露戦争で勝利したことで、中国、ロシアを屈服させ、さらに一歩前進し、当時最高性能と呼ばれた戦闘機、ゼロ戦と、世界最高の巨艦戦艦、ヤマトを所有していました。そして、10隻の空母で中国領土を占領し、東南アジアを廃墟にし、アメリカ海軍を窮地に追い込んでいます。1980年代、世界100大企業のうち、80社以上が日本の企業で、世界10大銀行全部が、日本の銀行、米国 GDP の 80% まで追いつき、一人当たり GDP 1位、全世界株式市場1位を占めました。現在も、世界第3位の経済大国の年間外国債権者だけで200兆ウォン以上を稼ぐ世界の建物主として21世紀ノーベル化学賞を輩出する国家第2位を記録しています。一方、渓谷は少子高齢化で国運が傾き、生産可能人口も減っており、製造業部分も中国に追撃されており、成長の沼にはまって、これからの未来がとても暗いです。日本と渓谷の格差は、今や永遠に縮まることはなく、広がるばかりです。日本を見習うべきです。このまま行けば、渓谷は全部崩れてしまいます。この投稿を見た渓谷ネットユーザーから、様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。ゼロ戦が世界最高性能というところで、読むのをやめた。日本は空母もありますが、日本の田舎では、牛車を引くでしょう。日本は、明治維新以後、海外文物を解放。朝鮮は、門を閉めて、もう、国力の差は昔から、始まっています。日本は、人心笑う以前から、西洋と交流を始めた。それに、渓谷は、独立じゃなくて解放。独立と解放の差は大きいです。日本と比較するまともな国は世界でも少ないです。これほどのレベルの差から今の程度にまで縮めたのをすごいと思わなければなりません。見る観点が違いますよ。ゼロ戦が投入された最初の頃は世界最高峰の戦闘機で無敵の戦闘機だった。しかし、その後、連合国軍が墜落したゼロ戦を回収、調査し、ゼロ戦の仕組みを分析して、コピーとも言える新型戦闘機を開発し、ゼロ戦と互角の飛行能力で渡り合えるようになった。ゼロ戦の攻撃力はすごいけど、攻撃力を求めるがゆえに、防御力を無視して防弾装備すらつけていなかった。だから、敵に撃たれると一撃で火を吹き墜落した。ゼロ戦は、連合国軍の新型戦闘機の前では時代遅れの戦闘機だったのです。それでも私たちは大きく発展したよ。半導体一つ拾っただけでも超大ヒットです。サムスンが日本やドイツの半導体を全て倒して市場まで食い尽くすとは誰も予想できなかったでしょう。それも日本からパクったとは言わないでね。米国はドイツとの戦争のため、東南アジアに目を向ける余力がありませんでした。実際、真珠湾空襲の直前まで、日本の政界は、米国を刺激せず、東南アジアで、米軍に手を出さないでほしいと軍部を説得しましたが、日本軍部が言うことを聞きませんでした。それに、当時の日本は、同じ軍部でも、海軍と陸軍の対立で、お互いが最高だと自負しながら、傍若無人な行動をとったため、自滅の道に入ったのです。
歴史に模試はありえませんが、日本は当時十分に泊まる機会があったにもかかわらず、泊まらなかった対価を払ったのです。当時、日本が泊まっていたら、慶国と満州は今も日本の地になっていたでしょう。牛車は馬車とともに中国から伝わったと言われています。中国では196年に五漢の検定が長安から洛陽へ脱出する途中、貴人が牛に乗るようになったという伝承があるようです。日本の平安時代では貴族の一般的な乗り物であり、武家が政権を取った鎌倉室町時代には将軍家のみが牛車に乗っていたとされています。応仁の乱以後には牛車は廃れて消滅してしまいましたが、1588年に豊臣秀吉が聚楽廷行幸に際して牛車を新調しており、秀吉の牛車は御所車と呼ばれるもので、とても巨大なものだったと考えられています。比較する必要はないと思いますが、現在の慶国の発展は日本が技術を与え、安い人件費で物が作れたことが大きいんでしょうね。それでは次に話題に上がっていたゼロ戦についての海外の声も取り上げていきます。戦時中、日本海軍の主力艦上戦闘機であった零式艦上戦闘機、通称ゼロ戦、投入された日中戦争から太平洋戦争初期にかけ、 3000km の長大な航続距離、 20mm 機関砲2門の重武装、優れた運動性能で米英の戦闘機に対し優勢でした。しかし大戦中期以降はアメリカ軍が対ゼロ戦戦法を確立し、新鋭戦闘機の投入で劣勢となってしまいます。ゼロ戦は後継機烈風の開発が遅れたことにより、終戦まで日本海軍航空隊の主力でした。開発元は三菱重工ですが、中島飛行機でもライセンス生産され、総生産数14,30機の6割以上は中島製であったそうです。またゼロ戦の名称は、当機が採用された1940年が後期2600年にあたるため、その下2桁の00から零式という名称になったとのこと。ゼロ戦は動画や記事などに取り上げられることがよくあり、世界的にも名高い名機の姿に外国人からも様々な反応が寄せられていましたので、一部紹介いたします。一番称賛されるべきは4式戦闘機だと思うけどな。ゼロは1941年には脅威ではなくなってたし、アメリカが42年にライトニングとヘルキャットを投入した時にはもはや戦闘機として使い物にならなくなってた。ゼロの唯一のアドバンテージは装甲をなくしたことによる優れたアジリティくらいになってたからね。速度や高度が連合国の戦闘機と対峙するには十分じゃなかった。自然界と4式戦闘機だけが大きな脅威となったけど、その2つも投入されるのがちょっと遅かったよね。カナダ、実際にはゼロは1943年頃までは空を支配していた。アメリカ軍が巻き返すと、日本は今度はゼロ戦 A6M5 型を投入した。これは A6M2 を大幅に上回るものだった。内装は布と木でできていた。それによって軽くなり、格闘性能は良くなったが、非常に壊れやすい機体だった。コックピットの周りに操縦士を守る防護壁もなかった。ただし、後に防護用の金属を貼ったタイプも登場した。アメリカ、俺のおじいちゃんは戦時中にゼロ戦を5機撃ち落としたらしい。おじいちゃんはフィリピン空軍に所属してたんだ。フィリピン、皆さん飛行機が好きならぜひゲームのバーズオブスティールをチェックしてください。ステマじゃないですよ。本当にすごいゲームなんです。ゼロや P51 も出てきます。アメリカ、日本人パイロットの思いの強さと勇気は認めざるを得ないよ。
二度と着陸しないと分かっていながら飛び立つことを想像してみなよ。ポルトガル。堀越二郎とゼロ戦の開発に興味があるなら、ジブリ映画の風立ちぬを見るといいよ。一番好きな映画だよ。俺は航空機が大好きなんだけど、この映画は、まさに、その気持ちを表現してる。イギリス。外国人からも、フォルムと、その凄まじい戦果から、美しいといった評価が多かったです。ゼロ戦が、平和な時代に生まれていれば、小型飛行機のベストセラー商品になっていたのでは?なんて思ってしまいます。いかがだったでしょうか?良ければ、コメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。